バルニーリコラジオ屋さんごっこはい、はいはい、8月20日月曜日、東京は22時半、昨日サマソニに行ってきて、リリコの弟とリリコの妹とリスナーさん数人と集合写真を撮りました。バルニーです。やっと声が出るようになった。ずっと声が出なかったんですけど、声が出るようになったリーコです。おめでとうございます。はい、喉が弱くて、はいはい、ちょっとね、騒ぎすぎるとすぐこうなってしまう。ちょっとハスキーだよね。そう、で今やっと治り始めてるって感じなんだけど、要は筆談しなきゃいけないの、これで。仕事中も声出ないから、もうカスカスと。そう、だからマジ手話習いたいなって思うようになってそう、でね、一個手話できるようになったら強いな。強いっしょ、うん、手話で笑い取りたいんよね。だってさ、ラッパーの横で手話通訳するってのが結構さ、なんかね、メジャーになってきてるじゃん。あれメジャーなの？え、なんかメジャーなアーティストこそするみたいな、フェスとかでするみたいな。そうなんだ。だからちょっと私が私がリーコが手話通訳してスーちゃんがなんか踊るとか。スーちゃんいらんやろその前でスーちゃんは今日は旅行、ベネチア旅行。あ、お父さんとお父さんとベネチア旅行でお休みで、なんでうちらはカラオケ借りて、はい、2人会って録音してます、はい、いつも通り不毛な、はい、不毛なトークをガールズトークを、はい、そう、なんかね、声が出ないで今なんかこう書くことさ、あ、話すことメモってたけど、ちょっとこれにメモるの忘れてたってか、声が出ないで、うん、ちょっと思い出話があって、うん、はいはい、なんかうち昔外務省の人が好きだったら、もうドエリート、うちとは全く釣り合わん。覚えてる？覚えてる、めっちゃ覚えてる。会ったことあるよ。覚えてる。あ、そう、バルナは会ったこと、会わせてもらったこともある。昔大学の頃その人のこと、まあ、一瞬好き で、うん、でなんかでももうその頃にはもうなんか人を好きになるとはみたいになってて、はいはいはい、でなんかでもご飯とか行ってるしみたいな。でなんか友達に、あ、でもちょっと好きかもっていうちょっと話をし始めてた時に、うん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 、え、もう恋愛至上主義みたいな友達に、リーコそれ七夕の日に絶対デートすべきって言われてなんか行事に頼るみたいな。そうそうそう、え、七夕にかこつけてデート誘おうみたいな。そんな、え、謎だよね。でもなんかその時に、まあ、6月か5月だったら一番近いの七夕なんですよ。そう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 、うん、でなんかじゃあ見に行こう、あ、なんだっけ映画でもうクソつまんない映画見に行ったの。七夕にカゴつけて、カゴつけてで忘れちゃったんだけど、アン・ハサウェイが主役のやつ見に行くってなって、初めてって言っても過言じゃないぐらい、うちがなんかまあデートにこう行きませんかって、積極的になった。でもまあなんかうまくいくわけないだろうけど、話、頭向こうめっちゃいいし、いい人だしみたいな。当時は別に外務省だったわけじゃなくて、普通の学生だったんだっけ。向こうはもう外務省だった。あ、働いてたんだ。そう、そもそも外務省だった。官僚と成城大学エフランのそう女子大生が遊ぼうとしたわけですよそしたらね、なんか当時で、そのデートのためになんかまず武部とか佐伯とかが、うん、なんかリーコっていつも食堂のおばさんみたいな割烹着着てるみたいな、服がダサいって言われて、マジで意味わかんない。そうで、なんかそうだったっけ、なんか大学の時そうだったらしい。それでなんか本当にその服ダサいから絶対その人ともらしいじゃん、ね、そうそのデートの時にその服装は絶対ダメみたいな感じで、1週間前にまずラフォーレに買い物に行ったの、みんなで。しかももう大名行列みたいな、なんか正常生6、7人でラフォーレ行って、お前言ったら幼馴染とだよね。そう幼馴染とで、みんなでリーコで、みんなで買い物しながら私の服選んでくれて、いい友達。そうで、アイアムアイで買ったんだけど、はい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 、ちょっとゆるふわ系、ゆるふわ系私もでも好きだったし、好き、そうちょっと自分のプライドも保ちつつ、ちょっと変わってんだよね。そう、コンサバではないよ私は、ひねりが相当なんか入ってるんで、そう、出してくみたいな、うん、ワンピースでもモテそうっちゃモテそうみたいな、そうそうそうっていうワンピースを買って、うんうん、で、ちゃんと美容院も行って、いざだった。気合入ってんの。で、当日なんか
あのアースラに声持ってかれたんじゃねえかってぐらい朝起きたら全く声が出なくなってて本当にもう今なんてもんじゃない、本当に何も声出ないみたいな、あみたいな、いやもうあも出ない嘘え、うん、ささやきで、なんかちょっと笑うとなんか豚みたいな鳴き声がするみたいな、ガーガーみたいな、いやだな、超キモかったの。でも映画のチケット取っちゃってて、ワンデーがでチケット取っちゃってたし、はいはいはい、でも見に行くみたいな、うんうん、でなんかずっとそれで筆談してたのよ。へえ、優しいじゃん。こそこそ声だからなんか近くで話せるとかそういうレベルの声ですらないの。じゃないじゃない、あもうだから筆談しててもうしょうがないから、そうそうそう、でなんか筆談してるとなおもうニュアンスで伝えられないわけ。うーん、えなんかそういう感じとか、なんかもうこっちがその英語できないこうけどこうなんか単語単語で伝えるみたいなぐらいのレベルに下がっちゃうよ、ね、そうそうそう、筆談って筆談って、うん、なんか今まであそうなんすかそういう感じなんすかへーみたいなができない、へーって書けないじゃん。まあそこまでやんないもんね、筆談で。だから毎回毎回的確なワードを出してから、そうだよね、もう辛くて泣きそうで、なんか何みたいな、そうそう、もう辛みたいな。で最終的になんかその人から帰りにメールでなんかそのすごい楽しいんだけどなんかボキャブラリーが足りないみたいなメールでなんかフィードバックみたいなのもらって、てかその人もすごい変わってる人で、まあね、リーコが超長文で、いやリーコがそんなさ気に入る、自分からさ誘うぐらい気に入るってことはかなり変わってるのは予想がつくんだけど、だけどなんかそんな、えお説教じゃん言ったら、えそうだよ説教、なんかその一緒にいて楽しいしなんとかだしみたいな、すごい、うわ褒めて褒めて褒めてだけどみたいな、なんか相乗りで振るやつみたいな、相乗りでさ最後さこう向こうから来てさなんかやいやいと一緒にいて楽しいだけどみたいなみたいな感じでだけどみたいな、そのリーコはその感情をこう言葉にするってことに長年慣れてない傾向を感じましたみたいな。でもそれは単に伝えたくないのか、はたまたボキャブラリーが乏しいのか、どっちかなのか、僕は定かじゃないけどみたいな。でもボキャブラリーって一朝一夕で身につくものじゃないから、まずはなんかあの言葉にするってことから始めようみたいな国語の先生かよみたいなで、だって向こうもなんか豚の鳴き声したボキャヒントを出題して相当なんか参っちゃったんだろうなって思うけど、私もそのメールでマジで参っちゃって、それからすーみたいな。えなんか多分私その話断片的に聞いてたのかもしれないんだけど、うん、私そのなんだっけ外務省の人だってことは覚えてなかったんだけど、うんうん、リーコがどの分かんないけどどの男の人か分かんないけど、ある人に、うん、なんかそのリーコちゃんは思ってることを考えてることを言葉に具現化するの下手みたいな風に怒られてた記憶だけはある、うん、そ, その人だよ、ね、だってそのメールもう鮮烈 すぎてすぐスクショしたもん多分速攻流したけど、流すっていうか、まあ、バルナとかに見せた気がする、ね、なんか多分私それ本当にバッチリ記憶してるっていうよりかはそのリーコは声出なかったエピソードとかは知らなくて単純にリーコが多分それこそリアクションとか分かるみたいな、うんうん、ちょっとさなんかギャルにさリアクションもさ、うん、しちゃうからさついついそういうのをなんかリーコが怒られたのかと思って、うん、まあでもそれもそういうのもありつつで踏まえつつずっと向こうはこの子もしかしてそんなにみたいなって思ってたんだけど、筆談で明確化されたみたいな。悲しい、悲しいよね、悲しくない、悲しすぎない、悲しい方、そんなことある、どんなテストでなんか赤点取ったとかよりも悲しい評価だった、うん、っていうね声が出ないエピソードで一個思い出しちゃったやつ、声が出なくなるために思い出す、そうそう、でも毎年うち声出なくなるの実は、まあ、時々ね、そう実は人間ならクソどうでもいい実はなんだけどなんかで毎回そのためにあの七夕って言ってで大体夏風で声出なくなるからその七夕思い出して、大体七夕周辺なんだ、そう悲しくなる、きついな語彙力のことをそんなクソ秀才の人にさ、そうもうなグーのでも出ないと、いやでもクソ秀才もさ秀才なら秀才なりにそのさ一般の人のことを考えてほしいよね、うん、
なんでさ、つまり言い換えたら君は僕と会話するのにまあちょっとレベルがついてきてないですよっていうことを言いたいってこと。うん、分かる、まあそんな意地悪じゃないけど、まあ、まあそう受け取っちゃうよこっちはって感じ、うん、ね、そうだよね、受け取ったんだけどさ、それでやべえって思ってパンチされたね。うん、そうで、結局その後ヒッピーみたいなのと付き合ってインばっか踏み合うみたいな。マジ楽そう楽なの。いやで、で私がインを踏むっていうか向こうがイン踏んでるのに気づけばもうハッピーみたいな。あ、なるほど、踏んでるじゃん、うん、何々って何々ってイン踏める、じゃあもう今ちょっと前に入ったやつじゃん、インが踏めるボットみたいな。そうそう、えマジそんな感じでポエム書いてる人だっけ、その人。あ、そう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 、か、まあポエム書いてた人の話はまたおいおいし、まあそれはおいおい、うん、ちょっとサマソニの話しよう。あ、そうね、そう、昨日サマソニ2日目その日曜日に行ってきたんですけど、まあなんか普通に一人で行ったっていうか、その学校の先輩が私友達と行くよみたいな感じで、じゃあ合流しようみたいな感じで、まあでも、うん、そう、とりわけ誰かと行くっていうよりかはそこで行こうみたいな感じで、まあ一人で行ったんですよ。で、うんうん、まあ、先輩とかと一緒に見つつ回りつつしてたんだけど、うんうん、なんかリーコのね弟のナナトくんが会場内にいるっていう話を聞きついて、うん、でもう言っていいのかな、これはブースがあって、うんうん、そのペアーズっていうそのマッチングアプリですね、うん、マッチングアプリがブースを出してて、ナナトくんがね、そこで働いてるわけですよね。そんなこと言っていい、いいんだよ、ね、まあ、それ P で、もしダメだったら P で。でも僕のこと呼んでくださいってラジオ。あ、ならいいのか。そのこと伝えますみたいな。マッチングサイトについて詳しい有識者として呼んでくださいよって言ってたから。確かに。言っていいんだと思うんだけど。で問題は私の友達もう一人有識者いるんだよね、マッチングサイトの。ミスターコマミヤ。そう、ミスターコマミヤ。そう、マッチングサイトその。なんだろうあれ、じゃあ20個ぐらいやってるんで、マッチングサイトの中の人とさ、マッチングサイトの外のヤバい人でさ戦わせたくない。あー、一緒に呼ぶの、一緒に呼ぼうよ。確かにユーザーだもん完全に、うん、なんか中にこう自分がその使ってみて調査してるみたいな感じの博士みたいな感じなんだけどその人はでだからどれが一番いいのとか、どれがどういう人が引っかかるのとか聞くといろいろ教えてくれるっていう感じ。すごい、うん、やってますね日常的に。おうおう、まあ、でナナト君は、まあ、作る側になってんだよね、うん、でなんかそのブースっていうのはそのペアーズダウンロードしてて、なんか登録してるとそのラウンジみたいのに入れるよみたいなところだったよね、うん、確か、うんうん、でそこでまあ飲み物とか飲めるのかな、で実際にその出会いにつながるよみたいな、そのペアーズ登録してる人同士がそのラウンジに入って出会えるよみたいなコーナーだったらしいんですけど、うん、へえ、おもろ、まあ、私はでも入んなくて、そのペアーズダウンロードしてないからとりあえず入んなくて、まあ後で来てくださいよみたいな話してくれてたんだけど、結局ねなんか行けなかったから、うんうん、中には入れなかったんだけど、うんうんうん、でなんかまあナナト君と普通にインスタ DM かなんかでやり取りして、うん、今ここみたいな感じでなんか普通に合流してなんだよそのモテキみたいなモテキみたいな出会い方なんだかっこいいじゃんでも実際そのリーコの家に遊びに行った時になんか確かナナト君が それこそバンズ一丁で納豆ご飯を食べてたみたいな昔ねそれは絶対ナナトだそうだよねそれ以外になるパパかもう一人弟ちっちゃい弟しかいて、ナナト君がそう高校生ぐらいで、うちら、うんうん、何予備校生なんか、うんうん、そうだね、大学とかで、そうそうだよね、でまあなんかちょっと家にいたぐらいで、うんうん、まあ、なんだこの弟怖みたいな、うんうん、当時はねぐらいだったから、うんうん、まあ、ちゃんと喋ったことなくて、だからほぼ初めて会合だったのよ、その、うん、サマソニでのその合流が、うんうん、でとりあえず2人でなんか飲んで、2人で飲んで、そうそうなの、そう、えバルニーと他の愉快なのかも、その時いなかった、その時はなんかその先輩たちは別のところ行って見てて、アクト、うん、2人で飲んだんかい、そう2人で飲んだんだよ、その何分かだけだけど、うん、でなんかこう話しててこうなんか奇妙やな、めっちゃ奇妙だよ、夜風に当たりながら、まあ、ひょっとしたらなんかねいい感じじゃん、確かに確かに、だから見たらカップル、だから見たらカップル的なその感じかもしれないよね、うん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 、フェスの野外でチルしてるさ、うん、男女みたいな、確かに、でなんかまあリーコの話とか回してるわけさ普通に、うん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 、なんかその
まあね、ほぼ初対面ですよねみたいな、初めて喋りますよねみたいな話してて、うん、まあ、それこそ SNS 上ではちょっと絡みがあったけど、うん、フォローし合ってて、でも初めて話してちょっとびっくりしたのが、やっぱりなんかリリコの年子なんだよね、一個下の弟なんだよね。で、年子だからか分かんないけど、なんかあんまリスペクトが感じられなくて、リリコに対する、うん、なんか対等、対等だね、だよね、本当に。そうそうそう、双子ぐらいの感じ。確かに確かに、大きさもさ、まあ同じぐらいじゃん。確かに、ね、今となってはそうね、うん、なんかね、双子かなみたいな。え、どんな感じなの、いや、あいつみたいな感じ。うーん、そうかな、なんかあいつは遊んでばっかりっすみたいなえ、でも一つだけみんなに伝えときたいのは、うん、まあ、これ正常の誰しもが一応その通説してみんな持ってるのが、うん、ナナとの 話っていうのは、うん、8割作り話で2割がもしも、もしも何々が何々だったらあなたはどうする、この質問のみでナナとって形成されてるって言われてるらしくて、え、ナナとくんの同級生からもそう言われてる。ナナと同級生が、え、ナナとって8割、ナナとの話って8割嘘で2割がもしもシリーズって、ナナとのもしもシリーズとか受けた。え、それね、ブルニーさん、ブルニーさん、待って待って、もしもだなみたいな、もしもここが地球の裏側でとか、ちょっと待って、そういう、そういう、あ、あった、ない、いや、なかったかも。あ、じゃあリスペクトされてんだ。あ、されてんだ。話すことない時にそれやるのかな、わかんない、こんなん初めてだったからかもね、初対面だったからかもね、ほぼ多分。へー、やばいよ、相当やばいじゃん、これ相当やばい。だってなんか、ナナとナナトがそう、ツイッターとかも基本嘘しか書かないわけよで、一回なんかなんとなくテレビ、なんかお風呂場でテレビピッてつけてリラックスしてたら姉が全力坂に出てたっていうツイートをしやがって、それがなんか20リツイートぐらいされてたの、正常界隈だけで。最悪、最悪じゃない。そうそう、リエコさん来るとこまで来ちゃいましたわらわらみたいな。そうそうそうえ、なんか、あ、リリコさん確かに出そう、わらみたいな、多分そういう、もうあの時のリツイートがもうはいはい、はい、わら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 なんか蔑まれてたの。そう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 、っていうか蔑みのリツイートみたいな。はいはいはい、蔑みのファボって感じでやっちゃったみたいな、あっちゃーみたいな。そうで、なんか、まあ後で聞いたら、まあ、ナナとの言ってることなんで嘘ってわかりますけどみたいな、あ、秀逸っすよねみたいな絶妙なとこ言うんすよねみたいな、仲良くない人は信じちゃうみたいな。あー、そうね、そう信じちゃう、そういうのペテン師として名を馳せてるみたいなとこがあるかな。名を馳せてんよ、あの学校で完全に。あの、そう、説明すると、リーコもナナト君もずっとあの正常っ子なんだよね。だから周りの人は結構知ってんだよ、共通の知り合いしかいない。うん、ずっとナナトが正常に一個下にいるから、うちはもう、でも、まあ、あと妹も正常の3つ下にいるから、うちは後輩を狙いたくても狙えないそういうあれだった、ずっともうね、みんなが上とか下とかさ、後輩先輩とさ、あ、付き合ったりとかね、付き合ったりとかさ、同級生がしていく中で、うちはもうナナトの姉ちゃん、ライラの姉ちゃんだから。あ、そうだね、なんか母数が超少ない、まずもう正常で狙いに行ける辛すぎて、最初から名を馳せちゃってるわけですか。そう、モンスター家族みたいな扱いだからなんかさ、やっぱ言うもんね、姉のこととか普通に、うん、うちの姉ちゃんマジやべえみたいな話とか普通にするもんね。そうそう、兄弟って。そう、まあうちもナナトたちもするしね。まあね、お互いなんだけどね。そう、まあなんかお互い監視下に監視されてるような。そう、え、それで相談ずれたんだけど、そう、それでナナト君と2人で喋ってて、なんかもうしばらく喋ってたわけよ、うん、で、何話したのそれ以外は忘れちゃったけど、うんうん、まあでもしたら、ナナト君がなんか電話し始めて、うん、あれみたいな、あ、ここにいる、ここにいるみたいな、ここ、ここいるか来てみたいなのに言ってて、まあ、友達かなって思ったら、うん、あの、妹のライラ来て、なんかお兄ちゃんみたいな感じで来て、で、ライラが、なんかライラ軍団みたいなのを引き連れてきたんだよ、なんか、うんうん、3人、3、4人ぐらい、うん、で、なんか、わーとか言って、で、なんか、うん、あ、お兄ちゃんなんですかとか言って、みんな話し出して、ナナト君と、うんうん、ライラがお兄ちゃんとして紹介してて、うん、で、なんか私のことは、あ、バルニーさんみたいな感じでライラも言ってくれて、うん、で、なんか、したら、なんかそこのいた2人かな、うん、そのうちの2人が、なんか、このラジオ聞いてる、うん、らしくて、うん、え、
え、嘘みたいな、ラジオの人みたいな、うわ、いいなうちもそれ味わいたいいいなで、ラジオの人ですかみたいな、あ、聞いてますとか言って言ってくれて、で、まあ、そもそもそれこ そ, そのうちらが2人で録音した不毛なガールズプライド、その第14回、うんうん、からずっとあの好きで聴いてるって言ってくれた子がいて、最高じゃん、最高じゃない、ちゃんなんかそのライラが友達集団にあの、まあ、紹介してくれてたみたいなので、それはなんかリーコ的にはどうかなって、まあ確かにな、うち多分始まりとしてはうちの姉ちゃんマジやべえみたいな感じだと思うけど、丸口スタートだろうけどなんかやってんだよねみたいな、そうそう、リーコさんやばくないですか始まりはそれなんだろうけど、うん、でそれきっかけ聞いたら意外とハマったみたいな、多分へえ感じの子が存在して、でなんかいろいろ言ってくれて、そうそうそう、でなんかみんなで集合写真なんか撮っちゃったりして、あのヒーロー戦隊みたいなやつ、そうそうそう、集合して知らん人に、知らんおばさんに頼んだ、マジいいな、撮ってくださいね。でその中の一人の男の子、うんうん、いつきくんっていうが、なんか、うんうんうん、あのなんか何だとくんかな、ちょっと通所でも撮っとけばみたいなこと言って、うん、うわーとか言って、うん、いいですかとか言って、うん、私と通所撮って、なんか普通にいいなその普通にラジオの人となんでプチとっくりみたいになってるそうそうそう、ラジオの人と通所撮った家みたいな感じでなんかやってくれて、まあその行動自体は私を喜ばせるためのものだとしても、それでも嬉しいよね。え、確かに嬉しいよ、うん、え、リーコもそれ味わいたい、人生でそんなん味わえないもんね。プチとっくりとかすごい失礼だけど、いやいや、でもとっくりさんがまあ神だとしたら、うちらはまあなんかミニとっくり、ミニとっくり、とっくり見習い、そうそう、とっくり見習い、研修生、わなびたちだよね、わなび、とっくりわなびたちだからうちらがそのそれこそ自由豪華のさ、お祭りエレクションとかにさ行ったらさ、あー、ラジオ屋さんごっこのみんなやみたいな、写真撮ってくださいって言われるようになりたいよね、なりたいってことはさ、言われるようになるにはさ、やっぱ顔出しってしていかなきゃいけないってこと。そうなんだね、顔分かんないとそんな風に言われないもんね。確かに、そうでくか、とっくりさん人気すぎたもんな、だってあの場でエレクションで、確かに、うん、すごかった、ひっきりなしでさ、そう、絶え話に、いつ声かけたらいいか分かんなかったよね。そう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 、次々来るから、次々だった、そう、でもなんかそれを一人でも私にその写真撮ってっていうのをしてくれた人がいて、もう、うわ、マジでちょづいたよね。そう、いや、そう、今ザ・ちょづいてるずっていう、そう、名前だよね、グループになりつつあるぐらい、ね、マジうらやましい、ちょづいてる、ちょづくってもうギャルズで聞いて以来みたいな、ちょづくよ、うらやましいわいや、まあでもちょっとね、あの最近そのこのラジオはちょっとマンネリ化してるじゃないけど、ちょっとあの勢いがないくなっているみたいな、そのフィードバックももらったりしたから、うん、ちょっとあのバイターちゃんね、リーコ初のリーコ初の唯一リスナーターちゃん、ターちゃんが、そう、ターちゃんがなんかラジオぐだってきてるって、まあメッセージくれて、まあなんかえそうかなみたいな聞いたら、あでももしかしたらラジオ聞く前に先にお前から全部聞いてる話だからかもっていう謎のフォローを入れてくれてて、えでもまあ第一印象はまあ信じたいよね、うん、ファーストインプレッションは、そうそう、うん、それはあると思う、パッと聞きぐだってるんじゃん、まあだってうちらのこのノリがさ、だんだん慣れてくるっていうのもあると思う、まあ、そうかもね、だってさ、つーちゃんとかあくびしてるもんだってで私の話聞きながら、まあ、それでやばっ言ってたもん、先週先々週わかんない、つーちゃんの話、つーちゃんのあれどうなったんだろう、あ、つーちゃんオーディションみたいなやつね、番組のやつ、うん、そう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 、めっちゃ気になる、で、そう、あれの続き聞きたい、聞きたいよねって感じで、サマソニーは行ってきたよって感じですね、いやちょっとじゃ あのこの流れでナナとの話まだ続けていい、うん、なんかナナとの話っていうか、今なんかそれをパーって思い出して、うん、なんかやべえやつの話も久しぶりにしたいなって思っていや常にしたいよ、やばいやつ、リーコのリーコのなんかその付き合った人とか好きになった人とか遊んだ人とかじゃなくて、単純に友達で、うんうん、周りにいるやばいやつ、そうそう、まあナナと私の共通の知り合いで、うん、やばかったやついたなっていうので一人なんか ピー入れてほしいんだけど、うんうん、あのマルキオだってやつなんだけど、うんうん、なんか
マルキオとミヤオと私って青春映画部っていうあの部活動をやってて、ね、そうなんか全員あの恋愛に対してこじらせた3人が集まって、ん、マルキオとミヤオとリーコってことは、ナナトくんの同級生2人とリーコなんだ。そうそうそう、ナナトは入んないんだ。入ってないやっぱそれ弟友達となんか部活やってくるんだ。こういうコミュニティ品質だから青春、でもキモいって思われないの周りに。え、思われてる。ライラからは絶対に SNS にアップしないでって、その2人と遊んでるとこって一応待ったかけられてるぞ。名誉のためにあげない方がいいよ。そう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 、お姉ちゃんっていう、そう、お前のヒエラルキーどんどん下がるよっていうことで、あの宮本丸清とのツーショットとかは一応 SNS にアップするなって言われてるんだけど、うん、それが青春映画部っていうか、そうで、まあ、恋愛に対してこじらせた3人で、うん、やあの映画を、純粋やピュアな映画を見て恋空みたいな、そうそうそう、泣きましょうっていう回なのね。で、宮本と私がこじらせてるのはまあわかると、まあ、なってて、でうちはずっと丸清は何がこじれてんだろうと思って、はい、宮尾くんっていうのは結構遊んでる感じの子なんだよね。まあ遊んでるっていうか、まあ、女性経験があるから、そうそう、真面目なんだけど、まあその宮尾がおかしいのは分かるんだけど、丸清が、なんでおかしいのかなと思って、うん、この辺の聞いてたら、うんうん、なんか まずなんか映画見た後に3人で感想を言い合って、うん、でなんかふと丸清がなんか、ねえねえみたいな、カイコ食べたことありますかって言ってきた。カイコ食べた後にディープキスしたことありますって。カイコって何か分かる？分かるよ、あの眉の中で、そうそうそう、なんそう、人間が大好きな、そう、シルクの中に入ってる、そうだよね、そう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 、幼虫だよ、幼虫、幼虫、あの、カイコをぐちゃぐちゃに食べた後にディープキスしたことありますってワイン飲みながら言ってきたので、で、本当にえってなるじゃん。で、なんかもちろん宮尾も私もえないけどみたいな、ご飯中、それご飯中やで、えないけどみたいな、あーないか、なんか2人ならちょっとあるかなって思ったんだけどな、そっかとかって言ったら、待って待って、マルキヨくんのさ、その基本説明みたいなからさ、ちょっと入ってもらって、そうだね、その見た目とか、見た目はガチキモい、でも身長が180センチあってガチキモい、前目の人あってもすごいね、私が知ってる中でも屈指の金持ちで、金持ちで、大金持ちの息子、身長は高いけど、で背が高くて、まあ清潔感に溢れてて上品、私っていう自分のことそう、それでいつもウサギ側のハットをかぶっていて、レンズに、で、マルキオがいつもつけてるメガネのレンズは25万するっつってた。で、全部オーダーメイドのスーツいつも着てて、おしゃれなの、でもおしゃれハットだもんね、でもウサギ側のハットだもんね、そうそうそう、ハット言っても、まあ、おしゃれだっていうかブランド至上主義っていう感じ、はい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 、まあ私の印象で、まあ、ナナトから語らせたらもっと全然違うんだろうけど、へー、なんかライチ光クラブに出てそうな印象、もうそんな感じで、でもすごいアニメの世界みたいな人で、漫画とかみたいな、顔立ちは、顔立ちはね、キモいって言ったけど別にそんなことなくて、まあ普通の日本人の、でも私って言うんだもんね、そうそうそう、あの普通ハーフ感もなし、あ、日本人、ザ日本人って顔してる、で、茶道部だったっていう情報をもとに、じゃあざっくり言うとオタクっぽい、そうオタクっぽいけど、なんか金持ちとか背が高かったり、あの清潔感があるから、なんかちょっとよく見えたりするのか、そう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 、で、で、マルキオがなんか、まあ、カイコを食ったことがあるかで、うんうんうん、ないって言ったら、みたいな、で、どういうことマルキオあんのみたいな、もうそんなこと聞いてきたらさ、こっちが聞きざるを得ない、誘導尋問で、誘導尋問じゃん、この話させてくださいって、そうそうそう、お願いしますみたいな、で、なんか、いや実はみたいな、なんかいい感じだった人に振られちゃって、その腹いせに、なんか多分だけど、マルキは説明しなかったんだけど、なんか適当に女を、まあ、ホテルで呼んで、うん、なんかもう最上階に超いい部屋を取って、はいはいはい、そこに女を呼んで、金に困ってる女を呼んだの、で、生きてる食用蚕を10匹用意してて、最初から、うん、で、1匹食うごとに10万っていうゲームしたんだって。そしたらその女が全部食い上がって100万持ってかれたっていう話なんだけどで、なんかむしゃむしゃ食って、で、1匹食うごとに10万机にどんどん置いてくっていうゲームだったんだって。スッスッスッって束にして置いてあって 10万ずつ、はいはいはい、
で一匹食うごとにシュッシュッシュッってその札束をその女の子にの方に置いてくみたいな。で瞬く間にそいつが10匹食って100万全部持ってかれて、で最後にその子がまあありがとうみたいな感じで蚕食ったぐちゃぐちゃの口でマルキオにチューしてきたんだって。で、あんなひどい思い初めてしたとか言ってマルキオがもう、はい、思い出すだけでもうここでとかってやるんだけど、いやまずお前蚕食ってるところを 見ながらなんかその100万ぐらいのまたマルキオはワインを自分に継ぎながらそれをつまみにこうやって飲むみたいな。あリアルホステルだな、その、そうだよね、その貴族の遊び的な感じってことだよね。そう上品な怪人みたいな、なんだろうカッピングタイトルだ、そう上品な怪人いや、なんか、人が誰も死なない怪人みたいな、なんか、で、ふむふむ食いましたね、一匹食べましたね、みたいな感じってこと。でもなんか最後にディープキスされて、もう、あの時の感覚が忘れられなくてとか言ってなんかやりだすからえちょっと待ってみたいな、なんかマルキオもうそれうちら今処理できないってなって、でもラジオ聞いてる人も処理できないよ唐突すぎるし、なんかまず青春映画部って何だったのみたいな、まずそれさあちょっとさそっち系の痛いキモい話かと思ったらなんかそのさごめん全然もうガチ最高の話、地獄に突き落とされたみたいなそうだからそのなんでマルキオはこれ何ゴールとしてはなんでこいつ青春映画部にこいつ参加してんだって思ってたわけ、はいはいはい、なんかあのお二人と僕同行したいですみたいな、私同行させてくださいって言ってたわけ、気持ち悪いな、待って友達に言うだろ絶対なんでだろうって思ってたんだよでも本当にこいつこじらせてんだって、ライラと言ってる意味がやっと分かったよね、分かった、なんかライラがこいつらと遊んでるのに SNS 乗っけんなっていう、いうその封じをしてるのがやっと分かったね。でもやる気は本当に友達超少なくて、すごすぎないか、なんかシャンシャン帰ってシャンシャンのお披露目、うん、当日の日も一人で朝5時に上野動物園並んだっつって、でなんかその時もさあのオーダーメイドのスーツにウサギ側のハットにわけわかんない杖つきながら歩いて、なんかそういうかなんか写真をアップして貴族みたいな感じだった、そう見せてくれたんだけど、うん、もう完全にマルキオだけなんか子供たちとかがいる中でマルキオだけがもうなんか動物じゃなくて動物の皮かなんか見に来てる人みたいな。一人でいやそうだよね、なんか売り飛ばそうとしてる人みたいな、そうそう、えマルキオこういうの一人なんって言ったら、あ一人ですよみたいな、何かみたいな怖みたいな、怖っ、よく仲良くしてるね、そのペアワ君もリリコもね、そうやっぱなんかこんな話なかなか聞けないっていうのもあるけど、珍しいからね、珍しいし話してて楽しいっていうのはあるんだけど、いまだに蚕を食ったなんか食うゲームっていうのをまず考えつかないし、考えてそれを食う女がいて、で100万用意できる年下の男の子がいて、うん、みたいな、もううちにとっては謎なことだらけなんだけど、そうだよね、うちにとってはっていうかもう誰にとっても謎なことだらけだよ、なんでその振られた腹いせにさ、そうでも蚕を誰かに食わせてやろうっていうこの元手の100万を使ってみたいな、そうでなんか違う、ホテル代もかかってるしね、そうだよそうだよ、ホテル代も多分10万ぐらいかかってるから、蚕代ホテル代そうあの日だけでいくらドブに捨てたかとか言って、いやお前が やりたかったことやろ、いやそもそもそドブに捨てる覚悟やろ、そうでも多分そのホテルは好きな振られた子のために取ってたホテル、あー一緒に泊まろうと思って、そうワインもマジで傷ついてたんだ、そう本当に昇進してたんだ、巫女に振られたっつってた、巫女、うん、巫女しか愛せないっていうなんかそういう性癖で、あじゃあもう巫女さん言ってる処女中みたいな感じか、そう巫女が処女なんてのもね分かんないわけだからね、今のに、まあ、でもなんかそうなの、その神話を信じてるみたいなとこがあるの、うん、あそうでなんかちょっとカニバリズム入っててそのマルキオがまあ死体を食うとかではないんだけど、うんまあ、そういうのが好きみたい、見るのが好き、なんか胎盤ってあの例えばもらえるらしい、食べられるんだよね、そう胎盤もらってて、え誰の胎盤、見ず知らずの人、えだから頼むらしいよ巫女の、えもう一回その時点
ね、その時点でその巫女処女じゃないけど大丈夫それは。その日も君の膵臓を食べたいをうちら3人で見に行ったんだけど、あじゃあもうそう巫女の胎盤を食べたいっていうタイトルで丸今日出れるねとか言ってずっととか言うちょっとした犬の小ネタを挟みながら帰ったでもそのマルキオのヤバさがなんか私初めて会った時、うん、もう何年も前に、うんうんうん、なんかお姉様の爪くださいって言われたの。へえ。でなんかその場でうち爪切らされて、うん、そしたらマルキオがなんかツボっていうかなんかあれに今酒が入っててその中にすでにナナとの爪が入ってるのよ。え超キモくないでホルモリン漬けみたいなのを作って持ち歩いてんの。そうでえなんかでお姉様の爪だとか言ってパラパラパラってさ中に入れて、うん、でなんかこれちょっと1年ぐらい寝かせてあの佐野酒っていう名前で僕大事に飲みますねみたいなもう何年も前だから飲み干されたと思うんだけどすごい嬉しそうに帰ってったのそれで。しかも友達のである同級生であるナナト君のやつも飲みたいんだ。その、うん、女性のがいいとかそういうわけではなくて完全に佐野家の爪の赤を煎じて飲みたいっていうこと。やばいっしょ。リアル爪の赤を煎じて飲んじゃう。そう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 、もうあいつなら針も千本飲ませられるこの調子でいけばっていうの。言い伝えじゃないです。慣用句慣用句を実現する男。そう。大体みんな2階から目薬ぐらいしかねトライできないところを実際にその、うん、針も千本飲めんじゃねえかつ。やばいっしょ。その出会いはやっぱりそのナナト君の同級生として学生の時に、そうナナトがすごい仲いいから、やばいやつがいるからって言って。そうそうそうっていうね、めっちゃおもろいよねっていう話をちょっと今予定じゃなかった。本当は TikTok のストーリーキモすぎっていう話をしたかったのにまさかのマルキョウの話した。身近にいる一番ヤバい人の話。そうキモい人の話あげい、まあ、毎回バルナって2人で話す時に不気味な人の話しなきゃって思ったんだけど。そうだね。そうえでもこれ結構トップクラスでキモくないかこの話は。え誰よりもキモいよね。誰よりもキモいよ。でもこれがリアルに恋愛対象とかそういうあれじゃなくて友達だから、まあね、うちはなんかヘルシーなっていうか気持ちで見てるへえでもなんかそのやっぱまあ最初に戻るけど、うん、そういう子でも、うん、なんか青春映画とかは興味あるんだ、ね、そうピュアな気持ちになって泣き泣いたりしたいんだ。そう初めてだって誘ってきたのがマルキオからで「青空エール見ませんか?」って3人で見てみんなで号泣して、青空エール。それで泣ける感性をみんな一応持ってるっていう共通点があるんだね。ある不思議よね。不思議よねそんな人もいるんだね。そういう人もいるんだ。さすがにいないかなカニバリズム系は。カニバリズムってっていうかその何つうの、だって胎盤食べたい願望持ってる人にもまあ出会ってないしね。食べたよみたいな。カニバリズムね。虫食ぐらいまでかな。いるんだ。でもそれはムサビの子とかって結構なんかそういうところにトライしたい気持ちがある人たちがいて、で集団でこう旅行して食べてきたよみたいな子とかはいる。あもうイベントとしてってこと、うん、みんなで行こう行ってあそこの地域行くと食べられるらしいぜみたいな感じでみんなで行って虫食べてくるみたいな。え自分がさ食べたもので一番さエグかったものって何？いや私全然ないよ。カエル物とか食べる？カエルぐらい。えカエルあんの？うんあるカエルの足から揚げっていうのもなんか食べたくないのよ基本私そんなのは、うん、なんだけどあの渋谷の霊郷ってあんじゃん台湾料理屋さん。 あそこ行ったらさなんかその時さマイコと2人で行ったんだけど、うんうん、好きやねん。そう好きで、で私さチャイナシャツ着てたのよ、うんうん、チャイニーズ、うんうんうん、民族衣装みたいな、うんうん、チャイニーズシャツみたいなの着てて、で舞子と2人で会うとめっちゃ楽しいからすごい早口で喋っちゃうのね、うん、まあ今も結構早口だと思うんだけど、舞子と2人で行ってフラ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 って言って話してたら、その結構あそこの店ってなんつうの一緒の席にこう座らせ相席させられるのよ、うん、でなんかその一緒にの席にいたそのおっさん3人組みたいなのがなんかハローとか言ってきて、うん、なんかわかんないんだけどその時ははーいみたいな感じで言ってたんだけど、うん、なんかその終盤になったらそのこれあげるよみたいな感じで言ってなんか唐揚げ差し出してきて、うん、でなんかそれがカエルの足だったらしくて後から気づいて
鶏の唐揚げだと思って食べた後に買えるってことを気づいて、うわっみたいな。え、それは美味しいの？でもなんか最初は唐揚げかなって思えるぐらいの感じだったわけよ。なんか変だけど、まあなんか鶏の部位かなぐらいの感じで食べてたら、そのおっさんがカエルだよそれみたいなこと言ってきて、うわ超ムカつくんですよ。ムカつくよね。でそれでマジっすかって私が言ったら、あ日本人だったんだみたいな、あのチャイナシャツ着てくっさーって喋ってたら、じゃあ向こう側としては中国人って本当にゲテモノ食うのかなって気がテンションで中国人にカエル食わせたったぐらいの感じで思うふざけんなよマジでマジでマジでさ、人種差別よ本当にくらいか。くらい私もなんかさ、質問したものの考えてみたけど、イナゴぐらいだわ。あ人生イナゴはそう、なんでそうイナゴは無理で、でもなんか友達とかがさ、やだよね、たんなんていうの、お土産にさあ、いるよね、そういう人持ってくんの、イナゴ。イナゴ持ってくる人時々いるよね。そうそうそう、どういうつもり、なんかその地域の人とか、そのイナゴの佃煮とか、いや、パワハラだよね、パワハラ、マジでなんかイナゴ、イナゴに思い出して吐くね、あの習慣なくした方がいいよ、うちの地域では普通ですよみたいなやつがさ、こうパワハラにつながってると思うね、え、虫だもんね、バッタみたいなもんでしょ、ゴリゴリ虫だよね、あれ見た目ち、でも裸足のゲンでゲンたちが食べてたから、あ、そう、そんなことは言えないんだけどさ、裸足のゲン試乗してくれそうそうゲンゲン大好きだから、ゲンがやってることはみたいな、そう正義ゲンは正論しか言わない、本当にじゃんみたいな。ゲンのさ、口調で書かれてるコスメレビュー見たことあるマットコスメにさ、全部さ、ゲンの口調でレビュー書いてる人いんの、すごい熱くこれは巻き味の何番じゃ俺の使い心地はとか言ってなんとかじゃがなんとかなんじゃとか言って書いてる、なんとかじゃけのみたいな、え、見よう今日、探してほしい、すっごい面白い。なんかね、裸足のゲンってなんかそのなんていうの、そういうさ、ネタにされるっていうさ、可愛げも残してるじゃん、結局。そうだね、だから好きなんだよね。あ、なんかそう、いじっていじっていいみたいなさ、まあ、よくないじゃん、くないけど、なんでみんな使うの。でさ、弦、裸足の弦のさ、サイケデリックな T シャツとか売ってる店とか知ってる？知らない。サイケの T シャツ絶対バルナ好き、あとで URL 載っけようじゃん、教えてほしい、シェアする、なんかシェアみんなするね、みんな買うかもよ、そうそう、リスナーもみんなで買おうよ、8000円ぐらいなんだけどさある程度混んでるやつなんだ、そうそう、いやね、虫食もね、いやでもなんかやっぱうちの家族結構そういうの食べたい願望強い人が多くて、あー言ってたね、私以外全員なんだけど、うん、あの珍しいもの食べたいみたいな、で家族オーストラリア行った時とかもうワニワニ食べよう、カンガルー食べようみたいな、あワイワイみたいな、だって私マダガスカル行った時にワニの肉もきつかった、やワニ肉ハンバーガーみたいなの食べて、ミンチでもきついよね。そう、なんできついんだろうなんできついんだろうね、なんかああいうのを積極的に食べたい人って何なんだろうとか思って、確かに家族全員なんだけど家族なんか、そうそうそう、なんか中国、違う違う、この間台湾行った時もなんか変なものを食べる旅みたいになっちゃって途中から、食べてないんだけど私は。でもなんかこう、そういうのをさ、男の子でさ、あ、俺無理みたいな言うの無理なんだよね。え、わかる、男の子、お前、これ本来差別的な発言なんだけど、これ男は食えって思う、フェミニストとか言ってるのにフェミニストリーとか言ってる、むしゃむしゃゲテモノ食えって思う。え、わかる、私もそういう差別意識すごくクソ持ってて、うん、なんでだろう、これもマジやめたいんだけどさ、レイシスト、ね、なんかエスカルゴとかさ、男の子が俺無理とか言ってるとさ、もうこ、なんかこいつどうせなんかクンニとかもできないんだろうなってけどなんか男だろうのゲテモノ食いであれみたいな思想すごく強く持ってて、いや、クンニしないやつクソっちゃう、いやマジでこう見習え、本当だよ、こう見習えよ、優しいクンニことこう優しいクンニことこう、すっごいみんなこうのこと好きになったもんね、あの事件以来、うん、いや本当に、えでもなんかいいやつじゃん、そう、ゲテモノ食べれない男の人無理って思っちゃって、なうち弟、さっきナナとの話したけど、私12歳下にさらに弟がいて、はいはいはい、でヤマップーってあだ名なんだけど、ヤマップーがそういうのマジ無理なのね、
あ、俺僕無理みたいな、まあね、でゴキブリとかにも裏声でキャーとか言って逃げるみたいなタイプで12歳年下だからとかさ、そうそうそう思ったけど一瞬、いや高1だからもう結構大きいよね。そう、いやでも本当になんか運動もしねえし、すごい現代っ子みたいな子だよね。そうそうそう、すごい室内の感じ、室内で、そうそうそう、メガネっ子、そうだからもうなんかマジでムカつくから、ヤマトに無理やり、ヤマト今一時期、普段イギリスに住んでるんだけど今一時帰国で日本帰ってきてるから、はいはいはい、1回ぐらいゲテモノ食わせようと思ってて、ヤマトに何としても、うん、でもなんか強くしたいみたいな、そういうさ気持ちあるよね。なんかそう、でもなんかそのちょっと今日家族の話ばっかりで申し訳ないけど、いやいやいや、なんかや家族、ヤマト君の、私この間韓国行ってて、ヤマト君のカバン持って行ったのね、勝手に使って、うんうん、でなんかその時にヤマトのなんか教科書とかカバンの中入ってたから全部バババって出してたら、メモ帳が1個ポンって出てきて、はいはい、でなんかそのメモ読んだら、まあ、この夏やらなきゃいけないことリストみたいなのを書き出してたの。しっかり者なのよね、なんか優秀で、そう優秀なんだよ。そう佐野家とは思えないぐらい一人だけ頭が良くて優秀なんだけどでなんかヤマト君のそれに書かれてるのが、まず、フランス、まあ、そのメモを読む限りで、うん、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、セネガル語、ドイツ語、ロシア語、うん、6個、ポーランド語を勉強してんの。はでもなんか勉強って言ってもペラペラになるんじゃなくて、そういう文献を、全部翻訳するっていう、あーなんかちょっとトライしてるみたいな。そう、言語を勉強するっていうよりはその言語でしか書かれてない情報を知りたいっていう。うわーもうやばい、やばくない？で、なんかそういうのが一個一個書かれてて、なんかドイツ語はこの、あの記事読むみたいな。へー、で、なんか今のマストのやることリストみたいな。そう、で、まあ全部大体 LGBT とか男女差別についてなの。あー、関心高いの。超関心高い。でも今の子ってそうなんだ。そうそうそう、今の子って高校、今の高校生ってそうなんだ。そうそうそう、やっぱりヤマトのツイッター見たらリューチェルフォローしてたし、多分そう、やっぱそうなんだ。うちの妹もさ、まあ、ヤマト君よりは 上だけど今19歳、うんうん、でさ、もうすっごいそういう意識強いね。強いよね。もう新しいあのスタイルの女性になりたいからみたいな感じ、うんうん、で、そうなんだ。こんなん言ったら怒るかもしれないけども、腕の毛とかも絶対剃らないよ。あ、うわ、そういうタイプか。そういう系めっちゃ強い、そのフェミみたいな感じ。そのうち蛍光に染めるかな、腕毛。そうあれもまさび先輩の妹。あ、そうなんだ。ちょっとあれ可愛いことなの。めっちゃ可愛いよね、うん、そのツイートもまたシェアします。再シェアします。やっぱそうなんだ。え、ヤマト君はそのタスクの中にメイク勉強するって書いてあったの。でリューチェルみたいな感じなの。そうそう、ゾッとして、まあゾッとするのは申し訳ないんだけど、へってなって。でも、まあ、でうちの弟そうだったんだみたいな感じだよね。そう、でもなんかそっち系じゃないし、女の子全然好きなんだけど、そのメイクをする、多分ヤマトはなんかその LGBT とか男女差別が今なんでこんな騒がれてるのかに興味があって、うんうんうん、いろんな国はどう思ってるのかっていうのを知りたくてやってんだけど、はいはいはい、なんかまず自分でも体験しようみたいな感じでメイクアップ勉強すると、中性的なファッションを身につけるってタスクに書いてあるの。え、怖くない？マストなんだ。そんな子いるみたいな。うちさ、大谷翔平のことさ、タラちゃんと気持ち悪いとか言って、あのマンダラートね、あのマンダラートキモくねとか言ってたけど、なんか同じぐらいキモいタスクシート書いてる弟が近くにいてえみたいな。で、なんかもっと怖いのはなんかそのメイク、中性的なファッション身につける、やってみようとしてんだ。そう、あとなんかインスタグラムとかインターネットで見つけた、フェミニズムの記事をなんか全部スクリーンショットして、それプリントアウトするとか。あ、まとめたいんで自分的に、うん、そうそうそう、一人ネイバーまとめ作りたいみたいな。自分だけのでいいんだ、それ。印刷ってことはね。そうそう、で、なんかそれをやるにあたってカフェで勉強してるんだけど、やめてくれて、うんうんうん、で、なんかそのカフェに行った時に、それもタスクに書いてあるのが、カフェ弁してる時になんかその注意を取られた、アテンションしちゃったもの、されちゃったもの、例えばなんか、あ、気が散っちゃった時、そうそうそう、うん、そういうものを片っ端からスクリーンショットしたり写真に収める。で、その日自分が何回、うん、注意が散漫になって集中力が切れたか、可視化するみたいな。そういうさ、やつうちググって調べたんだけど、そんな方法一個もないわけよ。なんかこうやると勉強効率アップとか。いや、なんか関係ないんだろうね、効率とかじゃない。怖くてさ、
えみたいな、つーちゃんみたいな感じなんじゃない。そうだからつーちゃんだって思って、めっちゃつーちゃんの私すごい印象残ってるのがさ、僕が一日の中でベッドにゴロンしちゃった時間を、うん、リストアップしたのみたいな。しかもさ、つーちゃんあれさ、なんかベッドにさ、横たわったとかじゃなくてゴロンっていうのマジキモいからやめれってずっと思ってたんだけど、これもうなんか、あ、なんか男だからキモいって思っちゃうだけなのかなって思って、そう、でも、すごい抑えてたの。でもベッドにゴロンってうちらも言わなくて言わねそう、でもその時気になったよね、すごいそれが、うん、言ってたよ。で、つーちゃんってそのお笑いに興味持ってからは、その自分がそのバラエティの中でどの部分に面白みを感じたかをちょっとグラフ化したいというか、ちゃんと自分で知っときたいんだ。そう、自分のツボを明確に知っときたいっていうのがあって、すっげえ、言葉でも可視化さ、うんうん、でも何でもいいんだけど、そうしたくって、なんかキャップが取れるソフトを買って有料で、でなんか一時期それやってたわけ。だからなんだっけ、TV 大好きつーちゃんもまあその一環ちゃ一環だよね。そう、 TV 大好きつーちゃんはそこから来てる。そうだよね、せっかくキャップ取ったんだからじゃあ乗っけようみたいな。ああ、はい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 、速攻ツイッターで消されてたけどねでもインスタまだあるから。そう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 、でもあれめっちゃ好きみたいな。そうだよね、あれって記録、そう、要は自分がツボのところの、死ぬほどあるバラエティの中で自分がこれ面白いみたいな、このここのこれだけおもろいみたいなのをさ、2分とかで切り取ってアップしてるわけじゃん。うん、そんな宝物ある。うちもそんな宝物みたいなアカウント欲しいんだけど。私も欲しいかも。だってずっと笑ってられるんだよ自分が。そうだね、スクラップ帳みたいな感じだよね。そう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 、パボランみたいなののバラエティバージョンみたいな感じだよね。つーちゃんってすごいなって思うんだけど、なんかそれをヤマトくんもやってたって。ヤマトくんもだいぶすごいね。うん、だいぶちょっとずっと勉強家だけど、でもやっぱり興味がその LGBT とかそういう、うん、あれなんだね、フェミニズムみたいな。そう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 、でもやっぱそうなんだね、自然とそっちに行くのかな。うちの妹ももう固くな、うん、な感じなんだよね、それこそ。そうなんだ、あのスタンスみたいな、え、なんで脱毛行かないのとか、もう私はさ、もう何も考えないで脱毛に行っちゃうようなさ、うん、まあ世代って言ったら良くないかもしれないけど、うんうん、もうそういう風に刷り込まれてきちゃって、もうその脱毛しないのとかがもう面倒、そっちの方が面倒くさいしみたいな、うんうん、あの毛があるのなんてその邪魔でしかないしみたいな風にもう考え根付いちゃってて、そうじゃなく考えられないんだけど、うん、妹になんで脱毛行かないのとか言ったら、うん、そこを気にしてるって言うことも嫌だし、気にしてる自分が嫌だし、それ気にしてるって思われることも嫌だしみたいな、そんなところでなんていうの、負けたくないからみたいなこと言ってて。でも確かにエマ・ワトソンも腕毛生えてたわ。やっぱそうなんだ、うん、あいつエマ・ワトソンなの、うんうん、だって坊主にしたいって言ってるよ。え、マジ、うん、今坊主にしたいって言って、でお母さんとかがそれだけはやめてみたいな感じだから、で別に坊主とか似合わないし、結構和顔な感じだし、うん、だから別にそんなの似合わないよみたいなこと言ったりとか、まあ、お母さんも結構まあいろいろ苦言を呈するから、うんうん、まあ、それがその彼女の教育にいいか悪いかは別として、うんうん、うん、で、まあ、坊主はとどまったものの、うん、今、浪人生なんだけど、うんうん、浪人生なのに、女子バレー部みたいな短髪今ゴリゴリ現役みたいな。そう、現役でバスケとかジョバレーすみたいな。そうなんだ、短髪になってて今。まこちゃんってもっとなんかロングのイメージあったの。そう、最初ロングだったし前髪バツだったのに、うん、そうそうそう、留学、ニュージーランドの留学を経て前髪なし女になってきて、海外行くとそうなるんだ。で、そう、かき揚げ系みたいな感じになって、その後、坊主にしたい願望が湧いて今ベリショになってみたいな。そうなんだ。で、そんなもう、やっぱ真琴さんは腕毛生やしてる、うん、そのあれなんじゃん、その路線なんじゃん。でもなんか逆を言うと、私多分自分が男でも脱毛してると思う。あ、全身脱毛してると思う。煩わしいとかね、煩わしいからっていう。男の人にもうち脱毛してほしいなって思う。ゴールデンボンバーのキャンは全身脱毛してるんだって。キャンさんもそうなの。そうだよ、パフォーマンス向上のためなんだよ、しかも。なんかその自分がほぼ全裸みたいにステージになるときに毛が生えてると不愉快な思いする人とか、なんかそっちに気がいっちゃって、剛毛とか思われて、パフォーマンスに集中してお客さんが見れないかもしれないっていう、自分じゃなくて、そう、プロフェッショナルな理由で脱毛行ってんの。はー、オーラインまでやってんだって。そこまで全裸みたいなことする。そうそうそう、
あでもすごいね、それアイドルみたいだね。グラビアアイドルとか結構さ、そう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 、質の高いアイドルとかで結構もう全部しないとね。そうそうそう、なんかさ最近さ、なんか VIO ずっと行ってたんだけどさ、はいはいはい、なんか VIO 行ってて一時期生えてなかったんだけど、また生え始めて、はい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 、今普通に生えるんだけど、はいはい、なんか私だんだん生理の周期とかによって、うん、でもこれ普通にただの汚い話かもしれないけど、うん、なんか生理とかの周期、うん、あるじゃん、その生理1週間あってその後の肌の調子とか、はいはいはい、生理前の肌の調子とかさ、うんうん、食欲とか全然とか、ね、そう女の子って違うじゃん、うん、でなんかそれと一緒で毛根の弱さも絶対それ関係してると思うの。あなんか生理終わったタイミングとか、なんか終わって3日4日ぐらいかな、なんかちゃんと明確じゃないんだけどくらいなの時に陰毛もすると面白いぐらいになってるの。やばい、本当に周期があって、で奇周期って言うよね、うん、1ヶ月ごとですみたいな話もしてるし、毛が弱くなっちゃってさ、陰毛むしるとっていうのをナチュラルにさそのうちらの中ではごめんなさい、あの普通なんですよこれは、あの陰毛むしるっていうのはこう真面目に解説すると、まあ、趣味みたいな、まあ、習慣みたいな感じですかね。そうそうそう、昔からそうなんですけど、昔からそう昔からそうなんですよその習慣なんで別にむしるんですけど、そうそうそう、言ったらそう、なんかキモいな、そう、陰毛むしるっていう共通項で仲良くなったむさびの後輩とかいるからねそうそうそう、だよね、あれなんであんな共鳴したんだろう、ね、突然なんかそれまで普通になんか他人行儀な感じだったのに、なんか帰りの電車でなんとなくうちがいつものテンションでバルニーになんか陰毛さむしったらさみたいなやつがむしるよねみたいな、なんかそういう感じの話したらちゃんが待ってくださいみたいな、それ私だけじゃないんですかみたいな、もう電車で多分明け方女3人で芋虫るよねみたいな、わかるみたいな、気づいたら手伸びてるみたいな、床に散らばってて母に怒られるみたいな、それはない、それはその毛だけですっていう話ですよ、なんだ、でもそれで要は、まあ、虫るんだけど、なんかその本当に周期によって面白いぐらいブチブチブチって抜けてほぼなんか無みたいになる時とか、すごいね、リーコその法則性気づいたんだ、気づいちゃったの、生理すごい、博士じゃん、で私なんか結構これから生理によってライフスタイルをこううまくやっていくっていう、うん、あの女性になりたいって思ってて、生理とうまく付き合っていきたいって、はいはいはい、平塚ラジオの新しい新しい平塚が爆誕してるんだけど今え、それにさ、あのリーコラジオさんのアカウント使えば、あ、使うか、生理博士のアカウント、そうそう、なりたいんでなんかその、まあ、普通に化粧が大好きだからっていうのもあるんだけど、はいはいはい、肌の調子とかも、うんうん、マジで生理によって、あ、まあそりゃそうだよね、生理の周期で決まってくるのり、うんうん、とか、うん、ニキビの出来やすさとか、そうだね、なんか毛穴の開き方とか相当違うよね、そううちもそれをなんかずっと研究してたら、あ、この周期はなんか美容クリームこんぐらいでいいんだとかだんだん分かるようになってきて、あ、すごいね、考えてやってんだね、そうなの、私結構マジ怠惰な性格、うん、根が結構怠惰だから、うん、もうはぁーみたいな、もう作業みたいな、はぁはぁはぁみたいな、もうとりあえずこれやってこれやってバン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 寝ようみたいな感じだから気づけなくて、それこそ抜けやすい、その陰毛が抜けやすい時期って多分あるのは分かるんだけど、うんうん、それが何によってなのか、どのタイミングなのかは分かんないから、マジおもろいから、なんか抜けるわぐらいの感じしかない、いやもう全然違う、じゃあ私サウナ行くの好きだけど、うん、そのこのタイミング生理が終わってこのタイミングでサウナに行けば肌の調子がここであの没落しないとか、その悪くならないとか、そのやっぱ悪くなるのを防ぎたいじゃん、その機嫌とかもそうだけど、そのなこのタイミングでこれをすること、投入することで、あの肌もよく保たれてとか、この食べ物をここで投入すると機嫌が良くなってみたいなとかをパターン化し、わかる、したいね、マジでそう、それリーコに今言われてそう思った、なそうなのよ、研究だね、最近それをね考えて
面白い、ね、生理とうまく付き合える女になりたいな。かっけえ、なんかそれかっけえでしょ。なんかでもそれこそさ、なんか私女の子は1ヶ月でこんなに性格が変わるんですみたいなツイート大っ嫌い。うちも嫌いなんだけど、マジムカつくじゃん。そうそう、生理を理由にピーピーキャーキャー言ってる女が嫌いなの。すごい嫌いなの。そう、なんかその男の人に例えたら男の人は死んじゃうんだって見て、そうそうそう言うやついるじゃん。爆笑じゃない？生理中で死んじゃうんだってみたいな。どういうことみたいな、そんなことあるみたいな、ねえよみたいな我慢できるわみたいな。そうね。でもなんか生理中で一番やばかった時はスーパーでほふく前進とかしてた。まあでもリーコ悪いって言うね。そうそうそう。でも私は全然あいにく、あのあいにくじゃなくて、あのラッキーなことに軽いんだけど、なんか塾の先生、その家庭教の先生とかを入院しちゃったりとか、やばい、ね、救急車運ばれたりとかしたって言ってた。そう、でもなんかまあなのにもかかわらずナプキンをつけるのがめちゃくちゃ嫌いで、私その話まで行くこの話ごめんけどそこまでそこまで広げるか OK。 いや広げない。あ、いいよいいよ。嫌いなんだ。私の嫌い。お風呂の時どうしてる？え、つけないでしょ。だってお風呂の時どういうこと？え、じゃあお風呂の時は風呂、生理の時期に風呂入るのってシャワーだけにする？あ、いやでも入るかな。え、入る？え、さ、水圧で出ないようになってるってこと？うん、一応出ない。なんか出たこと1回ぐらいしかない。え、マジで？うん、人生において？うん、1回ぐらいしかない。え、すごい。多分、じゃあ私多分家族に甘え切ってて出してるんだけど、普通に言うのめっちゃ面白いめっちゃ面白い。そのままにしてんの？うん、あ、ちょっとさすがにやばすぎたらちょっとペッて出すけど、うん、なんかあと大和くんがこの後入るとかだったら一番下の弟にだけは気を使ってるけど、それ以外はいいやって無視してんだ。そうだから、それで川柳作って、え、なんか乙女のって聞いてほしいんだけど。分かった。乙女の日クリオネ浮かぶ我が湯船ごめん、ビリゾー心の入る俳句聞いたことあったこれでしょ。え、懐かしくない？めっちゃ懐かしい。なんかに書いてたよ、ね、え、これさ、さい、え、ツイッター、ツイッター、え、これすごいさ、乙女の日クリオネ浮かぶ我が湯船。え、これめちゃくちゃいい俳句だと思うわけ。俳句っていうか川柳か五七五か分かんないけど。え、なんかさ、ルナルナとかでないの？川柳募集みたいな。え、そうだから、ルナルナに川柳募集してほしいわけ。そうだね。で、マジ応募するから、うん、で、なんか、え、選ばれると思う。え、マジプレバトとか出たいよ。川柳名を馳せようとしてる。結婚をクリオネに見立てるとはみたいな。結婚っていうか、あの、あれだよね、結婚って血の後だよね。うん、え、結婚って言わない？まあ結婚じゃないか、なんて言えばいいのかな。水の中に入ってるわけでしょ。ってことは結婚じゃないよね。結婚って床とかにプチャって水がなったことを言うよね。せやね。だから湯に入った血ってなんだろうね。あれ、あれに名前あるのか。でも本当にクリオネに似てるよね。似てる。これは多分女しかわかんないと思う。そう、女しかわかんない。マジで似てますよ、女しかわかんない。え、マジで似てるんですよね。うん、でもダメだ、うちこういう生理とかの話平気でする女やめ、ダメだ、モテないって思ってんのよ。頭抱えてます、ね、間違えた。でもすげえ好きなトピック結構上位に来るんだよ、生理の話って。でもそれこそさっきのそのちゃんの話題じゃないけど、すごい急に仲良くなれたりね。でもさ、陰謀の話とか、その毛の話とか、生理の話って、そう、距離グワッて詰められるんだよね。詰められる。来た来た。はい、ラジオ屋さんごっこ、イエーイ。この話ってつーちゃんいたらさ、できなかったからよかったね。まあ、ザ女2人でする話って感じだけど、だ、ね、果たしてラジオに流していいのかっていう。まあいいんだけど、なんか閲覧注意みたいなことを書いておけばいいんだよ。確かに確かに、グロいですみたいな。なんかまず解雇の話して、その後生理の話。マジキモいじゃん今回。違う、今回のキモさってさ、人間のキモさとかじゃなくて、リアル普通にキモい話。ただのキモい話題なんだよね。確かに、やっちゃった。やっちゃったね。でも好きなんだよね、こういう話。そう、好き。あ、こうが出た今、ね、画面にこうが出た。いや、好きなんだよね、そういう話ね。そう、だから生理をコントロールする、うん、できるような、強い女になりたいよ。分析を経てね。そう、しかもそう、リサーチを経て。そういうブランド増えてるっていうか、できて、なんかその生理の周期で
この匂い嗅げばいいとか。あ、めっちゃいいね。そう、なんかフレグランスのブランドとかで出てくるんだけど、いやフレグランスだけじゃないってもっとやることあるってとは思うけどね。そうだね、うん、それは一個として。そう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 、なんかさ、そのそういうさ、なんていうの、あのなんていうの、ランキングランクインみたいな感じでさ、駅の中とかにさ、その整理専門家のさ作ったショップみたいなのがあればいいよね、うんうん、欲しいよね。それでその周期ごとにみたいな、うん、思う思う。今この生理後の人はこれ、生理前の人はこれみたいな、カレンダー貼ってやって、うんうんうん、ブース分かれててみたいな、いろいろ匂いとかなんか物とか、あとかっこいいデザインのナプキンとかあったりとか。確かにナプキンのかっこいいデザインって花柄とかいらないんだけど、ああいう、うん、いらハート柄とかバカじゃないの。ねね、てかさ、なんかさ、ナプキンのさ血つく部分がさ、ハートの点線になってるデザインが、ね、あれなんだっけ、ね、どこだっけ、肌思い、どこだっけ、わかんない、わかんない、プロサメは覚えてない。前田敦子がやってやってたとこだと思うんだけど、はいはい、なんかあれマジキモくない、マジいらないよね。だってさ、話す時にさ、なんか汚ね血に染まったさ、ハートが浮き出る仕組みいる？え、思わない？いらなくない？なんかいらない、え、なんかハートに なれましてもみたいなって思わない？ハート浮き上がられましてもみたいななんかそんな、なんかマジックみたいな、なんか子供が好きなさ、昔の文房具みたいな仕組みいらねえ、はいはい、斜めから見たら別の絵が浮き上がるんですよみたいなそう、いらねえって思う。それじゃあ、もし大吉とか中吉とか書かれてもうざいじゃん。え、確かに、でも超面白くない？でもさ、なんかそういういらないけどね。でもさ、発展したらさ、できてきそうじゃない？そういう占いとか。え、確かに、おみくじとか好きじゃん、みんな。占いとか予言とか。え、確かに、血に染まったら初めてわかるとか、ちょっと面白いけどね私、知識だったらいいかも、なんかその血に染まって浮き出る知識読みたい？血に染まったナプキンなんか、おばあちゃんの知恵袋みたいな。一刻も早く捨てたいじゃん確かに。でも、おかしいよね、そのアイディアやった人でも、その、ハートでしょ、浮き上がるやつでしょ、うん、狂ってると思う。え、狂ってるよね。和まねえよ、別に。いや、マジで和まない、ほんとに。謎、毎回なんか、こういうこと考える女マジ無理って思いながら丸めて捨てるみたいなえ、ほんとに女は考えてんのかね。まあ、考えてんだ、男が考えてもっとキモいね。バカにすんなって話だよね、うん、え、どうなんだろうね。どうだろうね。ナプキンのなんかデザインってどういう人がやってんの？女だと思うけどね。え、気になる、気になる。え、ちょっとちょっともうやる、もうナプキンのデザイン、うん、やっちゃうやっちゃう、ラジオ屋さんごっこナプキン確かに。え、気になる。リコはこれからその博士になってくると思うから、うん、ちょっともうちょっと詳しくなるから、生理周期にほら、そうの分析して詳しいよ、こういうのに関して。いやでもあるね、そんな気が抜けやすいタイミングあるの、あるの。それこそ脱毛に行って、そのなんかそのレーザーでその脱毛するけど、その厚さがめっちゃ違う、うん、その生理の周期によって、生理前とかの感じ方がってこと、くっそ熱く感じて、あっつーみたいな感じになって、うんうんうん、ヘルプヘルヘルプみたいな、うんうんうん、ちょっと待ってくださいって言うと、え、前回もこの暑さでしたけどねみたいな、へ、生理前ですかねみたいな風に言われたりとかして、え、何それみたいな、うん、感じで。そうなんだ、そう、あるらしい、変わるんだ、皮膚の感じ方みたいな、変わるんだって。え、ミュージカやってんの？ね、アリシア、ああ、アリシアクリニック、エステは辞めて今医療系になって、うん、アリシアクリニックって医療なんだ。そう、あそこ病院なの、それで。へえ。そう、でも一応終わったっていうか、うん、8回ぐらいで、うん、一応全身脱毛8回ぐらいで終わったんだけど、うん、でもまだ生えてくるから、まだ行きたいなみたいな、ね、そうそうそう。で、どんくらいやる人やるんですかとか言ったら、20回ぐらいですかねとか言ってて、みたいな、あ、8回でもクソ高いのにみたいな。みんなに聞きたい、 VIO って何回やったらなくなるのって。絶対なくなる。うち脇はもう生えてこない。私もないわ。で、ずっとやってるから。そう。で、足と腕も生えてこない。それはね、なんかね、最初ミューゼとかでやってて、でその後にエステやめて医療行ったから、その時もやってたところはもう全部ないんだけど、脇とか足とか。VIO ってどうやってやらなくなるの？何回ぐらいなんだろう。でも8回で VIO なくならないですとは言ってた。やっぱそうなんだ。うん、でもさ、どう考えてもさ、何にもないのが楽だよね。いや、マジでない方がいい。え、そうなんだよ。で、なんか一回、これ本当か知らないけど、ケジラミの記事を見たの。その、ケジラミっていうのは存在して、ほぼちっちゃいから目に見えないんですけど、あの、陰毛にもいますよっていう。で、それでブラジリアンワックスが流行ったんだっていう記事を読んだの。へぇ。で、あ、そうなんだ、みたいな。で、
ブラジリアンワックスであれろうそくだっけ、うんうんうん、ろうそくでベリーって剥がして、うん、毛全部抜くみたいな、うん、それが流行ったのは毛じらみの話が広まったからですみたいな。そうなんだ。それを聞いてからやっぱない方がいいんじゃんみたいな。やろう、ね、ブラジリアンワックスやったことない。やったことない。超痛いよ。無理だよマジで。あれね、マジパッとやった後にね、なんかそういうヘアブラシみたいなのが出来上がるロースがベースで、ね、自分の毛が口の部分が口みたいな。そうそう、もうそあんな笑けるほど痛い思いしたことないもん。とてもじゃないけど無理だって。1個抜いたって痛いのさ、毛とかって。でも気持ちいいけどね。へえ、長くなって一切ないわみたいな。秒速でツルンツルンになるから。あー、まあレーザーとかもね、全然残るは残ったりするしね、うん、完全にはなくならないの。そうそうそう。いや確かに。やばい、こんな話。うち今日メモにはさ、カモメンタルの良さTikTok のストーリーキモすぎ、顔面至上主義、SNS の可愛い子この世にいない説、いまだにこれに SNS に騙されてるやつ全員美術一説唱えようと思ってたのにわーやりたかった。そう、でも SNS の可愛い子にいまだにこの子可愛いとかで騙されてるやつってさ、美術一だよね美的センスなくね美的センスもないし、なんかそのシステム理解みたいなこともできてない。その、うん、つまりさ、そのさ、なんていうの、改造人間みたいになれちゃうわけじゃん。その、うん、アプリでさ、ぐっそ可愛くなれるっていうのがさ、こんだけ広まってんのにさ、それでまださ、え、この子マジ可愛い、やばいって。そうそう、まず情弱だし、そう、めちゃめちゃやばくないかっていう。人間の元々の顔のパーツの位置とか全部忘れちゃってるってことはさ、あ、美術1じゃん、ね、そうそうだし、美術1ってそこか、うん、そういう意味合いとかで、そう、レイアウト能力とか、そういうのがもうバグっちゃってるから、 SNS のあれ見てかわいいとかいけるって思っちゃってるのかなって。単純にそのバランス感覚とかセンスが ないやつしかもあれなん騒いでないってこと、うん、って思っちゃう。やってるやつもそうだし、うん、そのそれは可愛いって拡散してる人とかも、うん、そうってことだよね。そう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 。いや、まあ、本当に可愛い人いるけどさ、なんかそれでもそれはそうだけど、加工じゃない、ここまでは加工、ここまでは加工じゃないっていうのが分かるよね普通に。そう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 。でも今って本当全部加工すぎてもう無理。私一個も信じてないし、こんな人いないと思ってる。信じてない。うん。てかもう悪いけど、その結構フォロワーの他にアイドル好きの人がやっぱり多くて、うん、そういう人たちがその写真上で可愛い人の写真をいいねしました、うん、リツイートしましたみたいなのがやっぱり見えてくるんだけど、うん、いやもうバカかと、もうやめてほしい。しかもバレナマジリアルにそういう近いところで働いてるから余計に分かるよね。そうなんだよね。本当にやめてほしい。ちゃんと本当に可愛い人の可愛い写真だけをいいねしてほしい。え、あとで こいつはどうかとかってちょっと査定お願いしてる。そうそうそう、見よう見よう見よう、マジで。いやマジでみんな本当にね、うん、バーチャルの世界を楽しめてるのかもしれないですけど、うん、なんかやっぱまだどっかにプレートがあって、そんな加工できないな自分も。できないでしょ。てか教えてほしいな、もはや。いい、で塾あんのかな。塾できそうじゃない、そのえ、でもできる加工塾でしょ。加工できる。私多分あると思うよ今。もうなんかそのオフ会レベルでは、ああ森社が神な人のオフ会みたいな、そういうの行けば塾みたいになってるじゃん。メイクとかもさ、写真で漏れるってとこまでセットのものが売れる気がすんの。ああ、まあそうだろうね。で今そういうの結構あるね。写真に写るよ、これは、このラーメンは写真に写りますね。ああ、そうそうそう、ちょっと大げさなんだよね全部。そう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 。でそのさ、整形とかしたがる人もさ、写真に写ってちょうどいい塩梅のさ顔になってるんだよ、うん、で、うんうんうん、実際見るとさ、顔何なんつうの、歯全部真っ白のセラミックでさ、うん、クソ怖いわけよ、うんうん、なんか。でもなんか写真に写るといい感じに白い歯だねみたいな。あ、そういうのが流行ってるみたいな。確かに写真は顕著に出るから。そうなんだよね。いや多分もうなんかいやでも離脱したよね、そういう世界からは。それマジでだから、うちもう一回なんか海外行きたいって思ってるんだと思う。あ、日本つらいって。私今のその仕事辞めたいのは、もうそういうやつらを目に入れたくないから、うん、あ、私もなんかさ、うん、日本帰ってきて一番ストレスなのがさ、もう1年経つけど、もう街中が
可愛いと言われてる人の顔面顔面顔面みたいな。でインスタ開いてもなんか男に媚びてる女の顔顔顔みたいな感じになっちゃって、うんうん、なんか外国に行った時のそのエクスプローラーのフィードみたいなのは、なんか外国人が思うセクシーな自分っていうアプローチのセルフィーが多かったから、うんうん、私日本人の私から見るとなんかすごい全然男に媚びてるように見えなくて、なんか私だけのあれで視界で見るともっと露骨ってことだもんね。 そんななんて言うんだろう、まあ、この話はまた次回後日ですね。これは面白いけど、じゃあそんな感じで喋りすぎた。はい、グルな回でした。編集お願いします。はい、ではおやすみ、 おやすみ。ラジオ屋さんごっこにお便りを待っています。ラジオ屋さんごっこ @gmail.com、 ラジオ屋さんごっこ @gmail.com です。ラジオの、スペルは RADIO です。お待ちしてます。